千五7 3年、信長に恭順します。あの、藤秀とは、玉卵とは勝ちます。もともと、あの、藤孝は。割合信長派であって、えー、吉明え、義昭の、まあ、家臣団が。反信長と真信長に、こう分裂していく中で。藤孝は、えー、もう一貫して信長派であった。義昭が追放された後に、山城の国の西の丘。あとは付近、この付近の長岡という、あ、長岡、現在の。 京都府長岡京市、を智京市、松陵事情を、えー、巨像にします。接関家の九条谷道から、九条家領の押尾の将の、えー、管理権を譲渡する。だまあ、もう、もう、事実上、完全に、経外化してますけども。細川藤孝が、新たに、えー、この地域の、支配者、ということが、感じになるで、この時に、名前を、長岡藤孝と、改名しています。長岡藤孝は、その後、第二次淀古城の戦いで、岩成と道を。 倒すとこれはあの、えー、三淵藤次秀とは、えーまあ、兄弟ですが吉田駅に使えた頃から、えー、少しずつこの両者仲良くなっていったんですけども今度は一緒に戦っていますそれから河、えー、内の国の高屋城の戦い畠、えー、山市のもともと後だったんですけども、えー、この頃は一向一揆三好安などが立てこもってましたこれにも先攻を上げさらに一善一向一揆の戦いに出陣し石山合戦あるいは紀州征伐 明智光秀の寄り木となって、黒井城の戦い、赤井直政の死後の黒井城、あの赤井直政とも戦っています。それから松永久秀との四季、えー、三賞の戦いなど、数々の戦いに転戦して、明智光秀の寄り木として活躍するようになっています。で、1578年には、忠、え、興、ー、と明智光秀娘玉との婚姻が、えー、募っています。完全に、これも信長の命で、この婚姻が募っていて、長岡藤孝は、 三秀のよりきに組み入れられていくと。千五8 0年に丹後の国に侵攻しています。この丹後の国の、まあ、当時守護であった。えー、一色義道。これはまあ、反信長としてかつ、あの、えー、粘ったんですけども。よ、足腰焼にこうして。それを、まあ、長岡藤孝に、えー、あの、攻略を命じ。えー、一色義道を、えー、自害に追い込んだんですけども。なかなか、その先はいけずに、結局、まあ。 明智光秀が仲介役となって、えー、一式した、えー、和議に、和議して、その時に長岡藤高は丹後の国の南半分を領を育れます。その結果、田辺城、宮津城にお確保すると。あいた長岡には村井忠津の寄り木が入城しています。だからまあ、あの、長岡藤高が潮流人にいたのは、まあそんなに長くはないと、えー、いうことになります。 公衆性伐には、この一式吉道の息子の一式吉田とえ共に参戦してます。ま、まあ結局、一式吉田も、え織田信長の敗下になって、丹後北半分を一式吉田、丹後南半分を長岡藤高が、まあ、あの、領有するという形で、いずれも織田大名として、まあ位置づけられていると。長岡藤高の運命のえ分かれ目の一つは、この本能寺の変であって、この本能寺の変の,の時に、 えー、明智光秀は、えー、もちろん、えー、長岡藤孝が、ものすごく頼りにしたはずなんですけども、あの、長岡藤孝は、えー、それに従わずに、えー、提発。有罪原子と名乗っています。我々はよく知る細川有罪ってやつですね。まあ、有罪の名前なのは、この、これを契機に帝発したことをきっかけに、こ有罪の名前になっています。 田鍋城、えー、後にこの田鍋城の別名が、えー、舞鶴城と言ったんで、現在、えー、その名前で、えー、あの、新も舞鶴市になっています。そこに隠居して、えー、細あの、嫡男の忠興に、えー、家督を継承させています。本能寺の変な後、山崎の戦いを経て、で、この山崎の戦い、三連に組みしたのが一式教室なんですね。で、一式教室団は逆に、あの、三、え、重、ー、に組みしたと。 そういうことから、吉秋、道太郎交代説も出てくるわけですけども、一式吉田だとしては、し,たしては、本の辞の,の後、えー、まあ、くっついていたと。しかし、雄斎、それから忠興、不死は、えー、この一式吉田田を、えー、暴殺。まあ、この一式吉田っていうのは、実は、忠興の妹と結婚してるんですね。だから、まあ、あの、細川家の決意になってるわけですけども、それを暴殺。その結果、丹後の主王家の一式氏は滅亡したと。えー、いうことになります。あの、一式氏は他の、えー、家系から、 維新・数伝が出たり、旗本があの後家が出たりしていますけども、守護家は滅亡します。で、まあ逆に言うたら、あのー、比較的最後の方まで室町幕府の守護家としては結構残った方であるということも言えると。その後、奇州征伐、それから九州征伐で参戦して、九州征伐の後、と、薩摩おし置きという形で、この島津市の所領管理にも参加しています。 島津氏のご領地を立ち直しなどにもラ拉臣を振るうと有才は文化に長じてるところでもう有名ですけどもその結果豊臣秀吉の側近の文化人として重、えー、用されています、まあ、秀吉死後は徳川家康に、えー、接近していくと、えー、いうことになります長岡忠沖尖閣六十三年細川藤孝の長男として生まれています細川欧州家の細川照常の養子に行っていると まあ、これは吉弦の命であって、自分の側近たちをこういうふうにそれぞれ取り立てていくということでしょう。まあ、藤高、当然名前も持ってるし、この戸田沖も、ゆくゆくはこのまま進めば、細川応州家を、えー、継承しながら、この細川応州家が、まあ、細川、あの、藤高とともに、えー、取次州とか、あの、そういう形として、えー、まあ、あの、足利をしてる、ええー、おびの子孫を支えるはずであったと。 えー、録の辺でそれは全部パーになりましたけども、右翼曲折を経て、藤高が信長に仕えると、忠、え、興、ー、も、えー、信忠の嫡男の信忠に仕えています。紀州征伐で初陣を飾った後、元服の時に信忠から、えー、一時を拝領して、忠興と名乗っています。その元服直後に、えー、明智光の娘玉と婚姻しています。細川忠興は文化人として有名ですけども、同時に、ものすごく気性の激しい、 えぐい人物だということもどうも知られていて、丹後の聖伐時に、えー、光秀から命令を受けてます。むやみに殺すなと。だからまあ、もうこの頃には、忠、え、興、ー、が相当やるということが知られてたんでしょう。この頃、細川家の歌詞の残した本には、えー、天下一気が短いのは忠興であると。逆に天下一気が長いのは賀茂氏里であるというふうに書かれていて、忠興が相当短期で、 まあ、あの、戦国随一、随一の百派武将であることが、まあ、伺います。京都マズロには一式吉らと参加しています。だから、まあ、この単語性、あの、この一式吉らとはなんか随分いろいろ因縁があるんですね。こう京都マズロ大は、えー、大木町天皇の妻で、皇太子の、えー、その戸新野の母親、聖母が、えー、亡くなった、その盲明けにあたって、一丁派手に、えー、行きましょうと、えー、いうことでやったもんだってことは、まあ、今日では、 大体、えー、それで決まってるわけですけどもまあその中で、えー、その時に一式をしただと、えー、細かあの長岡忠興はいずれも旧守護系の継承引くとしてあの参加したんだろうと思われます本能寺の変では非常に難しい立場に追い込まれるというのは正室の玉が、えー、光秀の娘であり同じ光秀の婿、えー、であった津田信は 四国征伐のために、えー、あの、境に集合したところ織田信孝、えぇ、ー、庭長秀に吸収されて殺されていると。だから、明智光秀の、あの、娘婿、これは非常に、えー、よろしくない状況に追い込まれていると、えー、いうことで、丹後の国の御殿に、えー、閉じ込めよと言われてて、現在御殿、丹後の国の御殿には、その後も一応残されていますけども、丹波の国の御殿でないかという考えもあって、いずれにせよ、 とりあえず所領の国に幽閉したということで、でこの本能寺の変の時に、直ちに出家提発した、藤高が提発したこと、それから忠、ま、興、あ、が自分の、つまり三井の娘を丹後の国、あるいは丹波の国に遠ざけたということで、まあ、遠ざけたはないふに実はあの、彼はとりあえず、えー、本能寺の変の後のとばっちりを食うことはなかったと。その後さらに、えー、三井に組みした一を寄せ座の政罰に、えー、乗り出し、 この時に敗残兵を皆殺しにしています。それから、吉田の指であって、妹は救出されたんですけども、いきなり切りつけられて、鼻のところに一生残る傷をつけられたみたいです。えー、忠興は、初陣で、あの、透析を受けて、えー、右の額に傷があって、これ、忠興の実は自慢やったらしいんですけども、鼻に、えー、ザブッとこう、切り裂かれた跡ができてからは、この忠興の、えー、顔の傷について、えー、語るのは、主題名ではちょっとダブーになっていると。えー、これは気の毒だと。 ええー、よくなってしまったみたいです。豊臣政権下では、ええー、小牧長久手、小田原政伐九州政伐朝鮮出兵に参加しています。その過程の中で、えー、長岡から橋場に、実は名前を変えています。で、さらに、彼の本性は、源ですけども、もちろん、その本性である豊臣も与えられていると。だから、まあ、あの、橋場、ええー、忠興、正式な場では、豊臣の、えー、忠興というふうに、正式になっていると。これ、あの、いくつかのパターンがあって、 はしだけ与えられるパターンと、はしば豊臣をまとめて与えられるパターンとかいくつかあります。えー、あるいははし筑前の神までもらえるパターンもあります。貫通のあるの筑前の神まで、えー、セットであると。前田敏恵なんかははし筑前の神をもら、えー、っています。ちなみに作家の永美智子さんはあの小説王者の妻の中で、えー、前田敏恵にえ、俺に猿になれってことかというふうに、えー、つぶやかっています。なおが忠さん、はしば忠さんの、えー、非常にやばかった事件というのは、 えー、秀次事件ですね、豊臣秀,、えー、秀次事件で、えー、彼は秀次に借金を持っていたと、要するに秀次が金を貸していたんですね、まあ、出資していたといいますかね、これは要するに、秀次の与党であるというふうに取られても仕方がないと、そういう中で、えー、非常にまずい立場に追い込まれたんですけども、えー、秀次の際も、えー、直ちに秀吉に一括返済して、えー、彼は難を免れています。 この時に、えー、忠興を、えー、まあ、援助してくれたのが家康であって、徳川家康が金を出して、えー、まあ、あの、忠興を助けると。その結果、えー、彼は、えー、家康に接近していくことになります。細川柄社。あの、忠興と同い年ですね。1563年、明智光の三女として生まれています。1578年、織田信長の命によって、えー、長岡忠興と婚姻して、彼女は昭流寺城に行っています。昭流寺城が、 現在のように、えー、公園として整備されたのは1992年で、えー、1992年から、えー、長岡教師ではこの小類事を舞台に、あの、細川ガラシャ祭りってのを、えー、やっています。あの、ガラシャと、ただおきの婚姻を、まあ、再現するという形でパレードをやるというものであって、残念ながら私は一回も行ったことがありません。小類事は何回か行ったことあるんですけども、ガラシャ祭りは行ったことがありません。まあ、その縁もあって、あれですよね。えー、実はこの、えー この長岡教師から、えー、大山田議長、それからあの亀岡、宮津、この辺りは明智光秀と、えー、細川ャあ辺りの大河、えー、ド,ドラマを作ってくれーと言うて、ずっと、えー、運動していて、で、あのまあ今年とし、えー、ようやくその念願かなって、明智光秀の大河ド,ドラマになって、えー、大変大喜びしていましたところ、コロナ禍で大変やったと。 現在、このルートは京都中間として全通しておりまして、全通した,した頃に大河ドラマ明智光が決まったんで、まあ地元はみんな大喜びしたんですけどね。1580年には宮津城に移って、そこで長男忠敬が生誕しています。1980年には本能寺の変の絡みで遊兵されてるんですけども、その翌年には沖焼が生まれていると。いうことで、忠敬はどうも玉を遊兵した後も、 きっちり合っていたらしいことが分かります。1980年には、秀吉が取りなして、気の毒じゃないかと。ちゃんと大阪に呼んでやるよというふうに言って、大阪で今度は、忠興としては、そこのところ非常に多分気を使ったんでしょうね。玉は幽閉状態であの、徹底的にその出入りが監視されています。その中で彼女はカトリックの教えを忠興から聞いています。忠興はなぜさカトリックの教えを聞いたのか言うたら、あの友人だった高山郷から聞いたらしい。 忠だも、ただ自身は彼、キリストンどとも嫌だったらしいんですけども、高山国明の話をたまに言ったら、たまさんはすっかりキリスト教にはまってしまって、その頃から、あの、この両者の間には微妙に隙間が吹き始めたようです。多分それはあるんでしょうね。1987年忠たは,は九州出兵に行ってますけども、その合間にえ大阪屋敷を抜け出して教会に行っています。自分の身分は欠かなかったんで、その責任者の宣教師は、 秀吉の側室やないかと、相当身分がありそうだが、秀吉の側室やないかということを疑って、もしそうやったらやべえなと、バテレン禁止の手出しやべえなと、えー、いうこともあって、後をつけさせたところ、細川家の方に入っていったんで、そうやったらいいやと。もちろん、忠興の監視も厳しいですから、次女の,の、えー、清原マリアをまず受選させて、そのマリアから、えー、受選して、ガラシャという洗礼名を受け取るというふうに言われています。 あの、ガラシャと、当時のローマカトリック的な意味ではむしろグラツィアというふうに読むことが多い。あの、グラツィアの方がむしろ近いのかなとも言われています。グラツィア、あるいはガラシャ。恩寵とかそういう意味で見たりですね。神の恩寵という意味だそうです。ただおきはもちろん九州から帰ってきた後、帰ってきたら妻が キリシタン言っていたというのは、ただ置きにしてみれば許せんことであって、ぶち切れて、まあ、いろいろあったらしいんだけど、最終的に黙認になりますが、その頃からこの両者の不仲っついうのが、えー、非常に大きくなっていくる。 逸話レベルですが、ガラシャと、えー、話した家臣を、えー、家臣言って、まあ、下っ端の家臣ってうか、庭師やったと思われたのは、まあ、いろいろあってますけども、それをいきなり切り捨てて、で、その刀をガラシャの服でグーグイと拭いたら、ガラシャも全くその服を逆に着替えずにいつまでも着てたんで、えー、ただおけお詫びを入れたという話も残ってますし、まあ、いですけども。この頃からガラシャは、 と離婚したいとと言いいい出してて宣教師を困らしていますというのはあの当然ですがあのカトリックでは離婚は、えー、あかんというふうに言ってるんでそのあなたが今苦しんでいることはこれは神のおぼし召しであってそれを乗り越えてあなたはより高いところに行くんですよとかまあよ,、えー、よくある感じの宗教者としてよくある感じの我慢しなさい我慢すればいいことありますよという、まあ、今なら確実に、えー、アウトだなみたいな、えー、アドバイスにをやっています。 宣教師によると、えー、もともと彼女は気ぐらいが高く、激しい性格だったというふうに言われてます。ただおきも天下一の短気者、たまも、えー、気ぐらいが高く、激しい性格だったら、まあ、それはぶつかり合うわなと、ただ、カトリックに入ってから忍耐強い、あの穏やかな性質だったというふうに言われてますけども、旦那と別れたい、もう旦那がなんか、5人も側室取るとか言って、嫌がらせしてくると。 離婚したいというのは、えー、忍耐強性格と言えるのかどうかというのは、まあ、なんとも早いという気がはいたします。その結果としての関ヶ原が、えー、あります。長岡市細川市の関ヶ原ですね。戸田沖は、秀次事件の関係でイエスに接近しています。先ほど言ったように。七章石田三成収益事件。 にも関してます。七将とは、加藤清正、福島正則、加藤義明、麻生義長、池田セ正、黒田長政に、細川と倒木と、この7人ですね。彼らは武断派として、三成と対立する関係になったというふうに言われています。秀吉の死後、家康の推挙で、文後の国、木月を廃領します。その結果、丹後の国、宮津の12万石に加えて、木月6万石。 の飛び地を確保して、18万億の代名になっています。忠興は、東くへの参加をいち早く表明しています。まあ、大阪に、あの、女房を残していく、そういう中で。いち早く表明したというのは、まあ、よっぽど、ええ、忠興は三つ成は気に食わなかったと、思われます。忠興は、これ、あの、これ実はいつものことらしいんです。忠興は戦場に行く時には、必ず、妻の名誉に、まあ、危機が迫るならば、妻を殺して。 全員玉砕しろというふうに、明治で出陣する。これはもう毎度残ったんですね。で、まあ、今回も、妻の名誉に危険が迫れば、妻を殺して、あの、全員自害せよと。主力軍は全部、えー、戸田沖が合図聖伐に持っていきます。まあ、優才と、えー、それから弟の雪高、雄、え、優、ー、の三男の雪高、この二人は、丹後の田辺城を、を城平はとか500で、えー、守備するという形で、そういう、あれですね、大阪には、えー、数十人の家臣が、えー、残ると。 大阪の長岡屋敷が包囲された時にガラシャらは自害まあ,あの実際はキリストさんが自害できないから隣の部屋から家臣が解釈したとも言われていますこの時にガラシャはあらかじめ夫人を先に、えー、避難させたんですねでこの時に千代もあの避難してます女性らは、えー、ガラシャを除いて全員避難し家臣は稲富一門は、えー、逃げましたが他は、えー、玉砕して。 敵に取られないように、その家臣は爆薬を仕掛けて、えー、点火して、大阪屋敷を完全に爆破するとその遺骨を、えー、大阪のイエズス会の選挙でオルガンティーノが収穫しています関、うん、から終わって帰ってきた忠興は、この千代に激怒したと言われておって、この千代は、あの姉の豪姫を頼って、き、え、た、ー、のと受けた堤に、えー、避難してたらしいんですけども、それに激怒して、離縁しろと。 た,ただたかに命じますが、ただたかが、利益は断ります、言うたために、ただたか拝着されるというふうなます。で、まあ、このガラシャのこの自害というのは、大きな波紋、爆発までしたわけであって、これによって、西軍は羊血を取らんとこうという形で頓挫します。関ヶ原の、まあ、いわば西軍が出番をくじた結果になると。えー、ちなみに、えー、ガラシャに関しては、1698年にウィーンのイエズス会協会で、 強き女、またの名を単語多くの女王グラツィアという儀曲が、音楽好き儀曲が演じられていて、ハプスブルグ系でだいぶ好まれたみたいです。まあ現在伝わっていないのかなあるのかなすね。ちょっと私はわかりません。これは話は、あの、名前はガラシャを使ってますけども、話自体はバカでクソな旦那が、おまあ一生懸命、えー、支える、えー、女王は最後、殉、えー、教して、モラハラ旦那が、 最後は改心して立派な君主になるという話で、関ヶ原と全然関係ないじゃんという話ですけども、そう、あの、だからこれ、ガラシャをモデルにして言われても、ほとんどモデルになってないよねという感じなんですけども、関ヶ原どっかに飛んでますけども、神の恵みによって、クソな奴が立派な人間になるという、そういう話にどうもしてるようですね。その殉教によって、妻の殉教によって立派な人間になるという、なんか、なんとも後味がいいのか悪いのか、むしろ良くないなという感じです。 関ヶ原のパート2ですけどもユーサイとユキタカは田辺城で戦いますそれに対して織田信ムカネ1万5千人対ユーサイ500人というもうはっきり言って全然、えー、レベルが違うと10倍どころか30倍とユーサイは三条西サネキから古今伝授を受けていてでまだあの三条サネに、えー、そのサネキの、えー、孫の三条サネーに まだ古今伝授を行っていなかった。三条西、三条西、サネ、サネエに。えー、ちなというのはこうです。こちらがサネエで、で、どう考えてもサネエじゃないかという、こちらはサネキと言います。もうすでにサネキは死んでるんで。サネはあの、 あの、織田信長の頃に随分い,いろいろと活躍していて、信長からの信頼がものすごく一、あの、一等厚かったのが三条日産駅です。ただ、あの、彼はもう老齢つで、途中から、えー、離れていっちゃったんで、信長随分困っちゃってるという話もありますけど、この三条日産駅から古今伝授を受けています。で、まだ古今伝授は全てサネイダに伝わっていなかったために、あの、ここで、あの、勇者死んじゃったらやばいじゃんと。 え、いうことで、まあ、いろいろ、三条西サ名だとか、あるいは、八条宮、えー、としひとから、えー、和睦が来るんですけども、有罪するはねつけると。ところは、御用税天皇がの勅命講和が行われて、御用税天皇からの命令など背けないというわけで、あの、結局、弊から本戦の2日前に、えー、有罪は解除します。 で、このおかげで、この1万5千人は関ヶ原本線には間に合わずに、これも関ヶ原に、えー、結構大きな影響を与えたと思われますが、面白いの、興味深いのは、この、えー、こちらに参加していた1万5千人の方の武将たちは、まあ、ほぼ改役されてないんですね。みんな、あの、えー、本領安堵されてると。この小田の武でもそうですね、えー、貝原藩をそのまま認められてますし、あえての赤松博秀が一応本領安堵された後、鳥取城の交易で、 えー、町を焼き払ったために切腹を命じられたぐらいで、基本的には、あの、改役されず。まあ、この1万5千人にとっては、えー、勇才が粘ってくれて助かったと。これ、勇才粘らんと、そのあっさり、えー、八条のみや、えー、都市と新郎の、えー、和気を受け入れて、あっさり解除してたら、こいつら多分、保石が本戦に行って戦って、家康にボコられたあげく、小田信仮なんか改役確定でしたよね。 あの、長岡市はこれだけではなくて、筑城でも、えー、戦ってます。大友義宗と戦い。大友義宗が筑、えー、城を攻めに来たわけですね。それに対して、えー、吉宗を迎え撃った黒田女子水、松井康幸、えー。松井康幸は、た、え、だ、ー、沖の重臣です。丹後の久美浜城。 えー、元一色義道のあれだった久美浜城を本拠にしていたんですけどもこの頃は杵築城の、えー、城代を任せられてました石垣原、えー、現在別府市の石垣地ありますけどもそこのところで、えー、黒田女性と共に、えー、松屋洲喜が戦って大友氏宗を退けてるとところがあの松屋洲喜にとっては一瞬不幸だったのは松屋洲喜が養子にとったのはこの細か手術の実施であってこの、えー、松屋洲喜の留守井として いた細川照常、あの欧州県の当主ですね、あの奥州県の当主の細川照常が、西軍に内容して、久美浜城を取ってしまうという事件が起こります。関ヶ原の合戦後は、えー、松井康之は、久美浜城に帰って、細川忠興とともに、この照常を、えー、攻め立ったた込まれますこの時に活躍したのが、実は照常の実施で、松井家の養子であった人物が活躍してくれたおかげで、えー、助かったということで。 こいつは死んだけども、えー、息子は助かったと。忠興は、えー、本戦で長松ともに、石田三成軍と交戦しています。で、この時、随分、この黒田、女水、松井康幸、黒田、長松、細川忠興さん、ものすごく頑張って戦ってるんですけども、この関柄の後、この両者は、血裂質がものすごく仲悪くなります。えー、結局、これ100年ぐらいは仲悪いのは、すなれどうも、偶然、あの、彼は、忠、え、興、ー、は、 関の,ながりのと武前の国33万9千石、文武の国、木月6万石、合計39万9千0石と、えー、大大名になるんですが、ちょっと問題が起こりました。武前の国のここらに入ったときに、九州の黒田長政、えー、黒田長政はここらから筑前の国、福岡に博、博多に移転して、そこを福岡に帰るわけですけれども、そこに行くときに年貢を持っていっちゃったんですね。 で、普通国会の時はこれ年号を置いていくという分率があるんですが、長政はこの年号を持っていっちゃったと。まあ、長政の言い分としては、あの、うちは、筑前の国の、えー、博多付近は、あの、小早川秀明の給料だが、秀明が岡山の方に店舗、えー、になった時に、あいつが年を持っていきよったんやんと。だから悪いのは小早川秀明やと。 よくなるわけですね。秀明が、えー、悪いんやと。あいつが年貢持って行けよったから、こちらも年貢持っていかんと、俺困るやんと。ただ置きとしたら、えー、しかし年貢持っていかれては、もうペン年貢取る,取るわけにはいかないわけですね。ということで、遺、え、恨、ー、が残ります。例えば、後藤又兵通人物、黒田長松の側近だったんですが、長松と対立して追放されます。後藤又兵は、えー、黒田を追放されたら、 いろんな人間がスカウトするんですけども、えー、もちろん細川忠興は熱心に、えー、スカウトしてで、えー、いつまっつうのは忠興が長政の殺し方を相談した時に最初の数十人殺せば中に、えー、絶対長政がおりますというふうに言うたとか別の、えー、書き方では忠興が最初の50人殺せば中に長政入ってるよな言うたら「いや最初の5人です」というふうに、えー、言うたとかそういう話があって。 で、ただおきゃすのしを聞いて、そうか、またべは、あの、長松の殺し方を言いながら、あの、主君の自慢をしとるなと。旧主君の自慢をしとるなと。やっぱり長松のことを、やっぱり今でも敬愛しとんねんなと関心と申しています。ただ、長松の方は、まあ、あのもちろん、またべは大嫌いだったんで、細川家に対して追放するように、ねじ込みますが、方向構えを出して、 もちろんそんなもん、忠興は聞くわけないんですけども、長政は家康をつこって、結局沖、忠興に追放させると。で、最後は又兵衛は大阪の陣で、えー、戦死するという話はまあ有名でしたね、そういえば。ということで、一応関ヶ原のところは言いました細川ガラシャが、厳下になったのは案外遅いんやなと。<laughs> <laughs> <laughs> 光秀新ですぐじゃなくて結構遅くてどっちかっらかというと夫婦の関係ないんだというかですねどうやら。光秀の元におった頃とからかと思ってました。ああ<ー>。結婚する前とかね。なるほど。あのすみません教えてほしいのがはいえっと、清原の何しっていうグラッシャーの次女が洗礼を受けて、はい、その次女からまた洗礼を受けたっていうんだけど。 私もそ,<え>それはちょっとええと思うんですけども。んでできるんかいなと, <laughs> と,と,とな。んなと <laughs> うん、まあ、な,なんかそっちなんだろうけど、ちょっとそこがわかんなくて <laughs>。ですよね。<laughs> 私も実はわからないんですよ。うん、ええと言う。自分で書いてて、ええー、とつあの突っ込んでましたわ。なんか緊急時のなんとかなんのかもしれないけど、ななんでしょうね。なんなんでしょうね、なんでしょうねこれ。 まあ、それはまず、あの、ポイントでは宣教師が細川屋敷に入ることはできないだろうと。うん、彼女が洗礼に、こう、のこのこ出ていくのもなかなか、えー、極めて難しいだろうということで、そういうことさせたのかなできるんかな、うん、ええんかなという。<laughs> まあ私もカトリックのことは全く知らないんで。ちょっと勉強してみます。<laughs> なんとも言えないですが。 ちなみに、タダオキさんはキリスタンが大っ嫌ったんですが、このガラシアの教会層には出席いたらしいです。教会からガラシアの遺骨を引き取って、あの、創前寺に葬ってます。で、その創前寺に足利義のりの首イズまるんですね。